南アフリカの連合軍航空学校を警備するアスカリ・アスカリとはアラビア語、ペルシア語、ソマリ語及びスワヒリ語で兵士を意味する。欧米では東アフリカや中東のヨーロッパ植民地軍で軍務に就いた現住民部隊を指すことが多いが警察官、憲兵あるいは警備員という意味も含まれる。東アフリカにおけるヨーロッパ統治時代、現地のアスカリは イタリア、イギリス、ポルトガル、ドイツ、及びベルギー植民地軍に雇われた。彼らは、初期の様々な植民地争奪戦やその後の中流軍、準軍事組織で重要な役割を担った。二度の対戦中、アスカリ部隊は彼らの生まれた植民地を離れて軍務に着いた。イギリス帝国の帝国イギリス東アフリカ会社は、スワヒリ族、 スーダン人及びソマリ族からアスカリ部隊を募った。これらは制服も標準の武器もなかった。多くのアスカリは民族衣装で従軍し、将校は兵服だった。1895年からイギリス軍、アスカリは正規軍として編成され、制服を着せられた部隊は、 東アフリカ小獣隊と呼ばれ、後に王立アフリカ小獣隊の一部となった。ドイツ帝国の植民地防衛隊はアフリカ原住民の兵を雇い、植民地にいたヨーロッパ人士官、歌士官のもとに配した。そのような原住民の雇用は主にドイツ領東アフリカに集中した。ドイツ領東アフリカにおける最初のアスカリ部隊は1888年頃、 ドイツ東アフリカ会社により編成された。最初は、スーダン人傭兵が集められ、その後へ、ヘ族やんごに族からも採用された。1889年に発生したアブシリの反乱の際には、その鎮圧のため本国から、ヘルマン・フォン・ビスマンが指揮する、ビスマン部隊が派遣され、この時は、スーダン人傭兵やズールー人傭兵を動員した。彼らは、 厳しい規律のもとに置かれたが、待遇はよく、厳しい選抜プロセスを経てきた、ドイツ軍艦部将校により非常に訓練されていた。1914年より前、ドイツ領東アフリカ植民地防衛隊編成の基本となる野戦中隊は、7から8人のドイツ人士官及び歌士官と150名から200名のアスカリで構成された。 これらが小規模で独立した作戦行動を行う際は、しばしば部族の非正規兵あるいは、ルガルガにより補われた。第一次世界大戦において、パウルフォン・レッド・オフォルベックに率いられた1万1000名のアスカリ、ポーター及びヨーロッパ人将校のドイツ領東、アフリカ防衛隊は、数で上回るイギリス、ポルトガル及びベルギー植民地軍に対し、1918年の 終戦まで抵抗し続けた。バイマル共和制は、ドイツ軍、アスカリに恩給を支給したが、世界恐慌と第二次世界大戦により中断されていた。1964年、西ドイツの連邦議会は生存している、アスカリへの見払い分を支給することを採決した。ダルエスサラームの西ドイツ大使館は、約350名の下アスカリを確認し、 臨時支払い窓口をビクトリアコそばのムワンザに設置した。1918年に彼らに与えられていた証明書を提示できたのは少数のみで、他のものは当時の古い戦闘服を店軍務についていたことを訴えた。そこで資金を用意してきたドイツ銀行家は一つのアイデアを出した。支払いを希望するアスカリを一人ずつ呼び出すと一本の放を渡し、 これを照準に見立てて、ドイツ語での軍事教練を再現させた。審査に落ちたものは、数ととしていなかった。元、アスカリへの恩給支払いは、最後の申請者が死亡した1990年代まで、続いた。第二次世界大戦中、ドイツ軍は、ドイツ軍に協力したソビエト軍脱走兵もしくは、捕虜のことを、アスカリと呼んだ。 イタリア軍もまた、イタリア領東アフリカで、厳重民兵を雇用した。これらは、不評、騎兵及び、軽報兵隊からなる軍だった。彼らは最初エリトリア人から、後に、ソマリ人から採用され、イタリア人士官及び歌士官の下で軍務に就いた。イタリア軍、アスカリは、第一次エチオピア戦争、イド戦争、第二次エチオピア戦争及び、 第二次世界大戦を戦った。1940年にイタリア領東アフリカで軍務に就いたイタリア兵25万6千名のうち約18万2千名がエリトリア、ソマリア及び占領して間もないエチオピアから採用された。1941年1月イギリス連邦軍がエチオピアに侵攻し、 東アフリカのイタリア軍に新しく採用されたエチオピア人アスカリの大部分が脱走した。エリトリア人アスカリのほとんどは4ヶ月後の東アフリカのイタリア軍降伏まで中世を通した。上記のようにアスカリは通常東アフリカにおいて使われる故障だった。しかし例外的にアスカリという言葉は北西アフリカのスペイン植民地政府でも使用され。 それは、正規軍のモロッコ人部隊についてでなく、1913年に、スペイン領モロッコで創設された、現地採用の憲兵隊を指した。これはより知られている、フランス領モロッコのグミエに相当する。スペイン領サハラで軍務に就いた、遊牧民部隊あるいは、砂漠警察も、アスカリと呼ばれた。 イラクのアメリカ軍基地を警備するウガンダ人民間警備員もアスカリと呼ばれた。警備員はもし射撃されれば1000ドルの月給に加え8万ドルのボーナスを受け取ることになっていたが、多くはそれが支払われなかったか査定が不公正であると苦情を言った。警備員はアスカリセキュリティサービスに採用され、イラクの受け入れ会社やドテクノロジーズに下請けに出されて働いていた。 ベオウルフインターナショナルの代表は、400名の警備員がアメリカ陸軍に彼らのスキルと経験を印象付けたと語ったが、何人かは警察あるいは警備の経験を書き、銃の持ち方さえ知らなかったと苦情を受けた。他に、ドレザックインターナショナルやコネクトフィナンシャルサービスを含む少なくとも11のウガンダ人スカウト業者がいた。カムシプロジェクト。 ワールドランゲージドキュメンテーションセンター、Center, 2008年4月20日時点のオリジナルよりアーカイブ、2008年5月17日閲覧。アミーズオブザナインティーンス、シースト、アフリカクリスピアファウンドリーブックス2003、ミラー、チャールズ、バトルフォーザブンドザファーストワールドオインジャーマンイーストアフリカ、ニューヨーク、マクミランパブリッシング仕様、インク。 ピアニッシモ、P333。ISBN 978-0025849303。エイブラハム・エーデル・ハイト。ハーシャル・エーデル・ハイト。アニ・エーデル・ハイト。History of the Holocaust。A Handbook and Dictionary.West View Press.ISBN 978-081332407。Hatt Gerald Lightlinger, The SS。アリバイオブ、A Nation。 1922から1945、ペルセウスブックスグループ、ISBN 978から0306803512、アレックス・グラブマン、ジェノサイド、クリティカル・イシューズ・オブ・ザ・ホロコースト、A ・コンパニオン・ツー・ザ・フィルム・ジェノサイド、ベアマン・ハウス。 パブリッシング、ピアニッシモ15 ISBN、153、ISBN978 から0940646384、http://books.google.com/.books, id, u f a n d n i l c o o k ピコグラムイコール PA153&、DQ a s c A r i リーズ e r m a n l i t a n i a n LR イコー &AZBRR イコール シグイコール TG5FLJ2JCRR 最例に DF37X ゲ2008年5月18日閲覧。ウガンダ、アスカリーズ・インイラクリプトオフ。2008年5月18日閲覧。ギャザール・サーチ、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト。2007年7月5日閲覧。ありがとうございます。